広く知られた沖縄の犠牲になった女学生、姫より舞台の物語、物語。二筋中鼓を胸に抱き、鉄より敵、日本の大和魂の桜花、桜花。国の共同を守らんと、細い腕にも力こぶ、姫ゆりマークの派手姿、派手姿。ゆすぬ見る目もいじらしく、ガンガン飛び散るその中で、艦砲射撃もなんのその、なんのその、いつか敵は上陸と聞いた時には、姫よりも共に散ろうと、ひとしずく、ひとしずく、無理に心を励ませど、体を支える職もなく、喉を潤す水もなし、水もなし、泣いても泣けず十通り、語ればならぬくぬい草、岩をもとすと立ち上がる、立ち上がる、焼けて飛び散る我が郷土、見るに忍びぬ焼き野原、天地に神も召しませぬ、召しませぬ、天地も意地も突き果てて、死なばもろとも姫よりは、散りてうしまん若桜、若桜、とうとう玉砕姫ゆり、地下で共に泣くかしら、寂しく泣いてる夏の虫、夏の虫。